ちゃん高橋です。今日も元気でいきましょうね。そしてどうもミスターハーフのハーフでーす。そしてそうやっぱさ定期的に見るそれが面白い。笑っちゃったよ。いいなそれ。本当決め文句も、うん、あの決めてきたんですけど、 あれちょっと時間食っちゃう。食っちゃうね、はい、いいのそれいいの出さなくて。やめときます。じゃあ次回ってことで、うん、はい来ました。ハーフ君でございます。何年引くの？5年。はい控えめに。じゃあ今日は、うん、はい、でね今ね黒ひげ見てたんだけど、うん、やばくない？あの鬼です。鬼だよね。超強いね黒ひげ。すごくないですか？船長として使ったらもうやばい。めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強い。初めてのタイプです。初めて初めてまさかここまで無効化してくると思うなんてね。なんかいろんなものヒットバリア系とか無効にできると。で常にですよね。でしかも体力 1.5 倍で 2.7 倍。強が強すぎない？マジで強いよ。あと円圧がかけづらいのかな。で格闘タイプ 1.75 倍って言ったら1人かかかんないとか。あだからまあ1人か2人しかかかんないから。なるほど。 そうですね。その円圧のかけ方がちょっと難しいかな。まあ戦国とかがいれば。あそうだね。全員 1.75 1.5 だね。行きましょうか。行かないの？あーごめんなさい。なんかお前何今の何ここにこれ低いかいない？ちょっと待って行きましょうか。じゃねえよ君待ちだ。あ、僕だった。ごめん君待ちだよ。ちょっと違うこと考えてました。すいません違うこと考えてちょっとちょっと今 MC 泣かせみたいな感じで行きましょうかって言ってんだから。すいませんパルルみたいなことしてごめんなさい。塩対応しちゃいましたね。塩対応ごめんなさいね。じゃあ一回行きますか。あ、一回じゃない。行きますよ。5回5回ね。はい黒ひげ見たいな。黒ひげお願いします。それか新キャラね。まあ赤でもいいよ。赤でもいいよ。まあ修行ポイントになるからね。羽振りでもまあなかなかこのナミさんあんまりもう解放することもないよ。まあまあ、ね、まあスタイルめっちゃいいですからこれ。確かに確かに、はい、まあいいでしょう。まあそこでねそこでまあ OK ギリ OK あと12ターンで体力1000回ってことですから今一瞬見ましたけど泥棒猫っていう必殺技がありますからやばいやばいやべやべやべ。あーうん、どっちがほとりでしょう。卵怖いっすね。卵怖い。確かにあったね。シャトレーゼね。シャトレーゼあ、テーブルチェンジ。あ、久々に見たな、うん、ずっとあの10連だった。確かにそうだね、10連10連え、ねねね、言ってますね、そういうこと言ってます。違うね。だってフレンドランキング見てフレンドランキング見んじゃん。これが一番あのリロードが長いんでお気に入りなんですけど、ちょっと出ちゃうっていうのがちょっと出ちゃうっていうのがこれがちょっとごめんなさい。もう本当に見なかったことにしといてください。これがそうなんですよ。これが編集泣かせなんですはい、3回目さあほら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 さあおぉ持ってないリッキー。え、これ進化したらあれになるんですか？あ、わかんない。あの、仮面取んないんじゃない多分。そう、リッキーあ、そっか、リッキーだからか。多分、陸王にはならないんじゃない。どうなんだろう。わかんない、なる。あ、でも二色変換だ。二色変換か。おぉでもちょっと二色変換ちょっと今更かな。まあ最近はね、あんまり、まあ、もう二色変換に売る？いや、売りはしないですうん、誰もそんな話はしてないうん、いきなり修行ポイントするの早いよ二色変換だから修行ポイントにするって早い。今3回目、じゃああと2回、はい、4回目お願いします。新キャラ見たい。おぉ聞いたよ。このテーブルは仲いいテーブルですよ。おぉ待ってない。やばいやばい、これはやばい。これは、おや私なんだぞ、ご存知で。それは、これはすごい原宿系な感じ確かになかなか今ね、これ美容もしかは白塗りしてんのかな。白、まあ、こういう肌色なんじゃないですか。あ、これもともとね、怪奇の暗示。これ何に封じ戦長回復効果無効を見た。2ターン回復4ターン内で1名のスロットによる攻撃力ダウンを無効化。スロット影響で、弱点スロットだとなんかちょっと手が弱くなるのがなくなるから。なるほど。まあスロット影響を大きくするっていうのにデメリットなくなるってことですね。そういうことか。でもちょっと難しいよ。でもそれだけのためにちょっとこいつはそうだよね。じゃあじゃあロロロ。いやだからそういう話ではないんです今はあのこいつの無限大の可能性を早いすぐもうすぐポイントに従う。いつもこいつをリンクを見つけてくれるからさそんなこと言うんだけどねよやばい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 。ここのバチバチクレマクレマだあ、ちなみに先行かなんだろう。あ、いやほら先行かやっぱなんかあります。心船長が野心タイプならば1ミリの強くない。おお結構使える使える。全員でしょこれ。全員船長が野心であったら全員プラス100でしょ。仮に野心じゃなくても100なんじゃないですか。あれこれ強くないですか。
なんか最近繊維交換も押されてません、ね、最近ね、押してる、結構使えるやつ、地味に確かに、これはじゃあ繊維としては結構いいかも、ね、かもしれないですね。結局売りませんだから。早い早い早めに売りません。もう完全かぶせにいった今。じゃあラスト、はい、じゃあいきますね、はい、ラストは、うん、なんでラスト10連なんで、それだったら最初から10連なんですけど。じゃあラストです、お願いします。金か赤、おーしよし、金に悪くない悪くない、持ってないです。あー実質銅メダル。でも銅メダルなかったってダメって、ダメだよ、ちゃんとメダルは喜ばないと。やっぱりもう多分ね、このゾロをパーティーに入れることはまずない。いやでも敵全体にキャラの顔撃かける10でダメージ与えますから、ね、それでテンション上がった人いないよ。よくそこまでテンション上げられるじゃん。これは売らないんだね。これは売ります。これは速攻ポイントでしょ。これは売ります。売らないって言われ、まあまあまあ、じゃあ能力解放にします。能力解放だね、うん、まあじゃあこんな感じですね、はい。いやでも新キャラ出たじゃん。ダメダメダメ、このページにすると危ないことになる。危ない危ない、すぐ押されるから。すぐもう危ないな。はい、そんな感じでハブクメでございました。みんなはどうでしたでしょうか。新キャラちょっとぜひ見たら教えてください、はい、そんな感じでございました。今日も見てくれてありがとう。実践チャンネルお願いします。他の関連動画もぜひ見てね。明日も楽しもう。またねー、バイピッ。早くも絶望感、早くも絶望感。待って、いや待って待って、これ日またぐんじゃないの今日も。いや、食べるよ。うわ。